どうも、大学生の田島です。皆さんは空を自由に飛びたいと思ったことはありますか？僕は今ね、もう強烈にそれを思っています。ということで今からね、翼を生やして空を飛んでいこうかなと思います。まずはね、用意するものをご紹介します。これですね、段ボール。あと、ガムテープとハサミですね。これを使ってまずは翼を作っていきます。できました。こういう感じで、ここにね、手を入れて、こういう感じですね。で、これをね、もう一個作っていきたいと思うんですけど、まあ、同じ工程なんでね、カットしたいと思います。はい、ということで、完成しました。どうですか？絶対飛べるでしょ、こんなの。鳥と変わんないもん。あとはいかに俺がこれを素早くできるか。あ、もう浮いてる。ちょっと今までね、家バレすんのが嫌で隠してたんですけど、ちょっと見てほしいんですよ。ロフトがあるんです、うちには。こっからこう飛び降りて、ここにふわふわふわって空中浮遊して、ストンと着地するっていう。それをやっていこうかなと思います。でね、この上から飛んでいくわけなんですけど、やっぱり下に何もないとね、さすがに不安なので、ちょっとベッドのね、このマットレス、上にあるんで、引きずり下ろしてこようかなと思います。まあ、こういう感じですね。で、まあ、こっから落ちてきて、ここに着地すると。で、まずはね、この何もつけてない状態で飛んで、どのぐらいの速さで落ちるのかっていうのと、あとはね、マットレスがちゃんと機能するのかっていうのをね、確かめていきたいと思います。行きまーす。いや、怖っ。行きまーす。ちょっとね、信じられないことが起きた。めちゃくちゃ、俺もう、走馬灯見えた今。思い出した、初恋のこととか。親の顔とかね。マットレスあんじゃん。一瞬でぐちゃーんってなって、地面にドーンって。これちょっとやばいかもしんない。まあ、翼があれば飛べるんだけど、本当に機能しないとやばいぞ。二回目だってもう、左足全然折れてると思う。本当に。準備できました。じゃあ、行ってきます。怖っ。これ震える。行きます。飛べ。